一人で YouTube を見ている13歳未満の方へ。男子マン動画チャンネルを見るときはお父さんお母さん大人の方と家族みんなで見てね。男子マン動画チャンネル。はい、男子マン動画チャンネルです。今日紹介するのはこちら、仮面ライダーゼロワンガシャポンプログラズキーゼラガー。はい、というわけでね、今回もコンプセット購入していきました。今日はね、こちら開けたいと思います。男子マン、さあまずはね、何が入ってるのかちょっと見ていきましょう。開けちゃいましょうね、どんどんね。よいしょよいしょよいしょ、いやーよいしょ。さあ、じゃあまずはラインナップの方から見ていきましょう。1番ブレイキングマンモスプログライズキー、2番アメージングヘラクレスプログライズキー、3番ビカリア絶メライズキー、4番ブレイキングマンモスプログライズキーシルバーメタリックバージョン、5番アメージングヘラクレスプログライズキーグリーンメタリックバージョン、こちらの全5種となっております。さあ、先日ね、食玩版のブレイキングマンモス、そしてアメージングヘラクレスが出たばかりなんですけれども、早いね、同じタイミングでガシャポンにもラインナップされたということでね、まあ見ていきましょう。さて、じゃあね、どんどん作っていちゃおうか。作っていきたいと思います。これはブレイキングマンモス、よいしょよいしょ。おこれね、2つに分かれてるからね、ガシャポン版は。これが何とも言えない、失敗したらね、やだよね。シール貼り下手です。シャッター。さあ、これはなんだ、見てください、こんな感じ。はい、後ろついてませんでした。よいしょ、はい、アメージングヘラクレス。まあでも、なんだろうね、絶メライズキー以外は結構食玩でもね、同じラインナップが出るから、どうせこういうプログライズキー買うんだったら食玩の方がいいかなとは思う。ただね、やっぱりガシャポン版はこのね、メタリックバージョンがありますから、まあコレクターはね、これを、これ目当てでね、ガシャポンをやらなきゃいけないんですよ。まあデラックス版を持ってればね、サウンドプログラフィキーシリーズいらないっちゃいらないんですけれども、なんだろう、集めたくなっちゃうんだよね、こういうの。みんなもそうでしょ。はい、なんだかんだで毎年すごい数が出るよね。ジオウもね、数えてないけどすごいよ。よし、OK。 そしてまあ今回はね、やっぱり今回はというか、もう今回もなんですけれども、絶メライズキーがちょっとメインになってくるかなと。よいしょ、このビカリア絶メライズキー、よいしょ。やっぱり絶メライズキーはね、そのデラックス版で普通に販売されてないから、今のところやっぱりこの辺狙いだよね。さあ、できました。これがね、今回初登場のビカリア絶メライズキーですね。このような感じ。はい、というわけで全部完成しました。ここからはね、音声を確認していきたいと思います。せっかくなんでね、メタリックバージョンでやりましょう。Like a machine. Shutriser!
crush like a machine. MetamorphsInRight.net Breaking Metamorphs Larger than life to crush like a machine. さあ、続いて Amazing Heracles。さあ、そして今回初登場のビカリア絶メライズキー。ビカリア絶滅アビリティゼロワンドライバービカリアマキナイアマギア protected by a rock hard shell シャトライザーさあ、それじゃあゼロワンドライバーとの連動もやっていきましょう。さらに短縮変身音。続いてアメイジングヘラクレス。短縮変身音。最後はビカリア絶メライズキー。ビカリア絶ゼロワンドライバー。ビカリアマキナイ。アマギア protected by a rock hard shell。短縮変身音。続いてエイムズショットライザーに装填。
component helpless. Bicardia, system zero, shut riser. Shut riser.最後は滅亡人雷フォースライザーに想定していきましょう。そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーゼロワンガシャポンプログライズキー05を紹介しました。はい、前回の動画でも言ったんですけれども、ブレイキングマンモスとアメージングヘラクレスは他の玩具と一緒にねセットになって販売されているので、デラックス版でちょっと手が出しづらいっていう方もいらっしゃると思うんで、まあこの機会にねぜひゲットしてみてはいかがでしょうかという感じなんですけれども、やっぱりねメタリックバージョンかっこいいですね。はい、そしてビカリア絶命ライズキーは今のところねこのガシャポンプログライズキーのみで、手に入るアイテムとなっております。皆さんもねガシャポンやってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。